皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。はい、今回なんですけれども、だいぶ前にね、多分なると思うんですけれども、その時点で実装されてる、キャラの中で、最強というか、強いキャラのランキングをですね、動画を見ていただいてる、皆さんにご応募というか、意見を聞いて、ランキングさせてもらったというような、動画を投稿させていただいてるんですけれども、で、今回は、久しぶりね、またね、それをね、ちょっとやってみようかなと、思ってるわけなんですけれども、で、今回に関しては、カテゴリーですね、ナルコレに関しては、忍び、巻キャラだとか、絆キャラね、とか、演武キャラ、または神キャラ、発信キャラというような感じでカテゴリーがね、たくさんあるわけなんですけれども、その中で今回は、忍び演武キャラね、を、ピックアップして、ランキングをちょっとね、皆さんのご意見を聞いた上で、またね、動画として、出させていただきたいなと思っております。で、この動画の、コメントですとか、ツイッターの方でも、構いませんので、皆さんの思う、忍び演武キャラの、ランキングですね。5位ぐらいまでね、コメントとか、なんなりで、ご意見いただいた上で、ちょっと自分の方で集計させてもらった後、また動画で、出させていただこうかなと、今回は思っておりますので、で、自分のね、ちょっと意見もちょっと入れつつ、させていただきたいなと思っておりますので、どしどしとご応募お願いしたいなと思ってるんですけれども、最近結構ね、始められた方っていうのがね、いらっしゃるみたいで、どのキャラが強いんだとか、そういったのも気になる点ではあるんかなというところで、まずは、先陣を切って、忍び演武キャラというところでさせていただこうかなと思います。今後はね、絆キャラだとか、神キャラ、発信キャラ、または、町人だとか、総キャラ、滅キャラというようなあたりも、できたらしたいなと思ってるんで、まずはね、忍び演武キャラで、やってみたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。というところで、その辺のね、お知らせというか、ご応募の、詳細を、話させていただいたというところになるんですけども、今回は、後半部分というか、2個目というところで、久しぶりにやっていこうよ。連合戦。はい。というところで、やっていきましょう。今回も、ぼちぼちやってるっていうところであるんですけども、上級行きましょう。T さんかな。よろしくお願いします。並び見ていきましょう。で、多少ね、編成、多少変わってるね。一番上の、一部隊目の分が、以前のそれとはちょっと変わってて、発信のかかしですね。ちょっとこれね、潜在覚醒の素材が足りずで、全開放はしてないんですけども、育てれるところまでは、育成しましたというところで使っていきましょう。任務もね、イベントが終わり次第また入るというところで、さらに強くなるというところなんですけども、試運転というか、動画では初めて使うかなっていうような感じでやっていきましょう。さあ、並びどうしましょう。真ん中にね、オービトとカカシがおるから。さあ、どうしようかな。迷うところではあるが、こうしようか。こうしようか。最後にちょっと、カカシの方持ってって、やろうかなと思います。他の二部隊に関してはそんなに変わってない。あれかな。真ん中のやつが多少変わってるから。無所属編成に関してはほぼほぼ変わってないと思います。さあ、行きましょう。この三部隊の中では、自力では一番強いところになるので、ここでは是が非でも勝ちたいところではあるんですけれども、食らってるね、あれか、マダラの、幻惑かななんかが入っちゃってるよね。気にせず行きましょう。この辺で先制パンチを食らわせつつ、多少は落ちてくれるでしょう。ダーラの一撃はなんとか耐えるでしょう。ここはね、ダメージカットも多分入ってると思うんで。大丈夫でしょう。で、このかぐやは下のスキル打ってるんで、上打っときましょう。ここで剣豪を入れつつ、ここで落ちてくれたら嬉しいが、ここはあと自力で倒すしかないって感じかな。さあ。バンバン打っていきましょう。あとは残すはガーラのみなんで。ただしこのガーラに関しては耐久というか、HP というか、すごいことになってるんでね、なかなか、いけたね。第一戦は即死がうまいこと入ってくれたというところで、割かし早く終われたんですけども、第二戦、ここは肝やね。ここは負ける覚悟でいかんとしゃあないかな。自分の編成の中でも、一番弱いところというか、穴のところなんで。
まあ、ここは負けてもしゃあないかなっていうぐらいで行きましょう。さてと、まあまあ、ここはもうスキル打っときましょう。入ってないやね。スキルに打って、ここはこうかな。さあ、ここである程度ダメージを入れつつ、一人か二人ぐらいは落ちてくれたら嬉しいんだが、このナルトのね、両面からでね、まあ一人落ちてくれたかな。ここでもう一人、カカオビが落ちてくれたら嬉しい。落ちてくれたね。で、まあ、こっからか。どうしようかな。まあ、打ちましょう。先手取れそうなんで、ね。ああ、違うか。ここはもうちょっと演武じゃない。ランプ打っときましょう。スキル発動速度が下がってんねん。ああ、そっか。カカシアンドービトのあれやね。それやね。さあ、どうしよう。これはちょっと辛い部分ではあるんですけども、先行モードにできて、れば嬉しいが、ここはもう、不作が入っておるので、打てないと。厳しいね。ここは打てるんか。ただし、バフが入ってない状態のまま打つっていうのはどうなんやろ。まあなんか、握手なような気がする。はい。ここがいけるんで、先行モードにしときましょう、早速。ただし、柱物一撃を食らうんで、ちょっと危ないかな。さあ、ほんとね、上位の方々の編成っていうのはほんと素晴らしいものがあってね、もう自分なんかでは全然太刀打ちできないんですけど、まあ、たまにね、こういう感じでこそこそと、こそこそと頑張ってはおるんですけど、まあ、なかなか難しいよね。次が、打ってくれへんかな。神のナルト、が打ってほしいところではあるんですけれども、まあ、大丈夫かな。打てそうかな。まあ、神のナルトが打てたらキャンセルとかもなんか入るんで、まあ、その辺を見据えつつって感じ。ああ、先行モードなってないかな。ちょっとごめんなさい。見てなかったな。何本ぐらい入る？これ入らん感じ？打ててないんかな？ひょっとして。いや、まあ、打とうぜ。ここでキャンセルが入ってくれるようなアビリティだったらありがたいが。あ、これ倒せたね。やっぱこの貫突キャラっていうのはなかなかね、やっぱ火力があるんで。まあ、個人的にはバフを打つよりもいきなりちょっと初手ね、優位に持っていけるように攻撃スキルを打っていってるんですけれども、まあ、2連勝しているというところで第3戦目ですね。頑張っていきましょう。さあ、行きましょう。ちょっと喉が。失礼しました。まあ、ここはね、カカシの、あれがね、スキルに打てば即死が入る状況なんで、まあまあ、積極的に行きましょう。まあ、打つか。OK やね。で、あとは、絆の、ナルト&ミナとか。さあ。あとはもうこれで入らへんと思うので、打っていきましょう。さあ、どうなる？まあまあ、この相手だと、このコナンもなかなか強いね。はい。はい。まあ、というような感じで、最後ちょっと3戦目むせちゃいましたけど。まあ、3戦勝利というところで。はい。まあ、忍び連合戦ですね。まあ、こんな感じでやってきましたけれども、まあ、前半部分では、お知らせというかね。まあ、最強から決めますというような感じで、決めますって。決めましょうというような感じのお知らせと、後半部分では、忍び連合戦、まあ、やってみましたけども。まだ、応募期間としてはまあね、適当な期間を設けて、また結果の方はね、動画として出させていただきたいなと思いますというところで、今回の動画はこの辺でお開きとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。